こんにちは、青木です。今回の動画はですね、お知らせなんですが、 YouTube の、 私のチャンネルの方にすずりのショップを連携しました。これはですね、チャンネルのストアというところから見られるものなんですが、よかったらですね、私のオリジナルグッズ、結構いっぱい登録したので、ストアの方で見られるのはその中の一部にはなってしまうんですが、よかったらチェックしてみてください。先日ですね、当チャンネルも無事に収益化の条件をクリアすることができまして、ほとんどの視聴者さんが収益化ってなんだっていうふうに思われるかもしれないんですが、動画の広告収入がちょっと得られるっていう、そういうものなんですが、それ以外にもですね、この収益化の条件を満たしていると、ライブをしてスーパーチャットとか、あとは動画でのスーパーサンクス、こういったいわゆる、投げ銭の機能であったりとか、あとはメンバーシップっていう月額会員制みたいな、そういう機能が使えたりと、いろいろ広告以外にもできるようになることがあるんですね。で、その中の一つでして、このストアっていうのが、いわゆるオリジナルグッズをそのまま販売できるっていう機能でして、これは連携できるアプリとかそういったサイトが決まっているようでして、でその中の一つがすずりでして、でスズリはですね、私もだいぶ前に登録をして、でも登録してそのままほったらかしだったんですが、今回この YouTube と連携できるっていうことで、また再開しております。それではどこからそのストアに入って見られるのかっていうのを、ちょっと画面切り替えてご案内しますんで、よかったらご覧ください。はい、それではですね、実際に YouTube でそのストアをどうやってご覧いただくかということでですね、まず YouTubeアプリで開いていただいて、これはですね、私の夫のチャンネルをちょっと今使わせてもらっているところなんですが、登録チャンネル、ホーム、このホーム画面から登録チャンネル、ね、ここを出していただいて、でここの登録チャンネルの中で、私のチャンネル、ここタッチしていただいて、そうすると私のチャンネル画面、だいたい動画のところが出てくるかと思うんですが、この再生リスト、コミュニティといって、コミュニティの後のところにストアっていうのがあります。ここをタッチしてもらいます。でそうすると、こうやってですね、ちょっと触っちゃった、こうやって私のグッズのページが出てきます。こんな感じで、クリアファイルだったりとか、ステッカーとか、あとはマグカップ、巾着、マスク、結構ね、いろんなものがあるんですが、こんな感じで出てまして、これで出してるグッズ全部っていうんじゃないんですが、一部がピックアップされてこうやって出てくるような感じになってます。で、この中からちょっと気になるのがあったら、こうやってタッチしていただくと、この画面が出てくるんですね。もうちょっと大きい画面が出てきて、そこからすずりで表示っていうところをチェックしてもらうと、すずりの画面に飛ぶようになってます。で、私の夫はすずりに登録していないので、登録していない人はこんな感じの画面が出てくるんですが、ここからですね、買いたい場合はこのカートに入れるボタンですね、これで購入ができるっていう風になってます。こうやって何日で発送になるとか、あとは送料がいくらっていうのも確か載っていたはず。送料確か600円だったと思うんですが、どうだったかな。ちょっとでもこのカートに入れるをしてみよう、どうなるか。カートに入れるボタンにすると、これですね、送料260円だった。クリアファイルは260円ですね。1400円と260円合計で1660円になるのか。こんな風にして、でこれをこう決済するってやって、住所などを入力していただいて発送になるっていう、そんな感じですね。これで購入することができます。で普通にここから戻ると YouTube に戻ってこれるので、こんな感じです。これはですね、なんかもともとこのストアの機能が最近出てきたんですよね。
ちょっと前にスズリのアプリと連携して、連携した直後はストアっていうのが出てなかったんですけど、連携してから 2,3 日ぐらい経ってから出てきたのかな。そう、それでもともとその YouTube の方でもグッズの販売がそのまま YouTube からできるっていう機能が世界的にっていうのか、その YouTube 上ではあって、ただそれを使える国が決まっていて、でそれが日本はその使える国には入っていなくって、アメリカとかオーストラリアとか確かそっちの方で使えたのかな。そうなので、そういうところでは使えるんだけどこっちでは使えないっていう、そういう風に聞いてたので、それはないものだと思っていたんですが、最近なんかその連携ができるっていう画面があって、でできたの でこんな風にやっております。あとはですね、こうやって YouTube と連携できたので、これ購入するしないはともかくとしてですね、見てもらえたらとっても嬉しいので、ぜひ見てください。そしてですね、こうやっていろんなグッズがあるんで、クリアファイルとかマルチケースだとかマグカップ、だからこの絵柄でこういうグッズがあったらいいだろうなみたいな、そういうアイディアとかですね、もしあったらぜひコメントで教えていただけると助かります。よろしくお願いします。もともとですね、私が YouTube に来る前のお話になっちゃうんですが、メルカリチャンネルとかヤフオクライブっていうライブコマースをやっていたんですね。で、その時から見ていただいてる方で、今も続けて見てくださってる方、私が把握してる限り数名ほどいらっしゃるんですが、本当にすごく少ないんだけど、本当にありがたいことにですね、もう本当に5年以上の付き合いというかね、もうそのぐらいこうやって継続して見ていただいてて、そう、それでもともとその、そこをやめてというのか、それがサービス終了になってしまったので、YouTube の方をメインにして、それで続けていたわけなんですが、そう、ライブコマースと YouTube って、同じ動画って言ってもね、ちょっと違うもの、ライブコマースは、いわゆる物販なので、そう、何を売ってますっていうのがメインになりつつ、動画で発信していく。で、それに対して YouTube は本当に動画そのものを楽しんでいただくっていう、そういうものになっているので、そう、全然雰囲気がね違ったりとかするんですが、で今回このストア機能っていうのが追加になったことで、ちょっとこの、ヤフオクライブでやってた時みたいな、このライブコマースの雰囲気にちょっと似たような感じのページができているので、ちょっと私も懐かしいななんて思ったりして、ちょっと楽しんでおります。それで欲しくなってですね、こんな動画を作ってしまいました。はい、それでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。